振付師でありプロのダンサーである諸持さんからは、爆発的な人間としての魅力という非常に高い評価が寄せられました。平野翔才能が隠された。テレビ番組で起きた衝撃の事件。芸能界には、その表舞台の華やかさとは裏腹に、私たちが普段目にすることのない複雑な力関係や政治的な駆け引きが存在しています。視聴率やスポンサーの影響力、 さらにはタレントの所属事務所との力関係が絡み合い、どのタレントが目立つか、どの映像が放送されるか、そして誰が脚光を浴びるのかが決まっていくのです。こうした背景が今回、特に平野翔さんをめぐる出来事で表面化しました。平野翔さんは、TBS の特番で堂々の3位に選ばれたにもかかわらず、彼のダンス映像が放送されなかったことが SNS を中心に大きな話題となり、 多くくののファンがその結果に強く抗議しましまたこの一件は表面的にはただ単に映像がなかったという問題のように思えるかもしれませんが実際にはそれ以上に深刻な問題を浮き彫りにしています平野さんはそのダンスの実力で業界内外から高い評価を受けているにもかかわらず映像が放送されなかったという事実は彼の才能が十分に評価されていないとファンが感じた一因です 今回の放送で評価されたのは、ただ単に、技術的に優れているダンサーとしての平野翔さんだけではありませんでした。振付師でありプロのダンサーである諸持さんからは、爆発的な人間としての魅力という非常に高い評価が寄せられました。彼は平野さんのダンス技術だけでなく、その背後にある人間性や個性、そして表現力を評価しているのです。これこそが、 平野翔さんが他のパフォーマーとは一線を画す部分です。彼のダンスは、単なる技術的な巧みさを超えた、人間としての魅力を放つものであり、それが多くの人々を引きつけている要素です。この、爆発的な人間としての魅力という表現は、ただのファンの熱狂や偶像崇拝では説明しきれない、もっと深いレベルの感覚に訴えかけるものです。それは彼の身体表現や、 舞台上ででのの存在感感が与える感動に近いものですつまり、技術的な面ではなく、人間そのものとしての魅力が、彼を特別な存在にしています。ここで考えたいのは、こうしたプロフェッショナルな評価がある一方で、なぜメディアはその才能を十分に扱わないのかという点です。今回の特番での映像未放送事件は、彼の評価に影を落とすものではありませんが、 視聴者やファンにとっては疑問を抱かせる結果となりました。テレビ業界が持つ一種の不透明さが浮き彫りになったとも言えるでしょう。タレントの実力や人気が必ずしもその露出に直結しないという現実は、芸能界においては珍しいことではありません。しかし、特にこの件に関しては、ファンが感じた不公平感は大きかったように思います。それだけ、平野翔さんの存在が多くの人々にとって特別であり、 彼の才能がどれだけ重要視されているかを示しているとも言えるでしょう。さらに、今回の件は、運命や、タイミングという概念にも言及せざるを得ません。平野翔さんは、しばしばその、運の強さが話題に上がることがあります。彼のキャリアや成功は、もちろん彼自身の努力と才能によるものですが、同時に、時折見られる予期せぬ出来事やチャンスの到来が、彼を一層輝かせているとも言われています。 今回の件でも、仮にメディアが彼の映像を意図的に避けたとしても、それが逆に平野翔さんへの注目をさらに高める結果となっているというのは、皮肉なものでしょう。SNS 上では、ファン以外の層からも彼のダンスや魅力に関する投稿が増え、彼の名前が再び話題の中心に浮上してきたのです。これもまた、彼が持つ、運の強さの一端なのかもしれません。平野翔さんといえば、キレのあるダンス。 圧倒的な身体表表現現力力そそしてててのをを通じて人々を魅了すする力が知られています彼のダンスは単なる振り付けの再現にとどまらず感情を込めたストーリーテリングの一部として観客に響くものですまさにその点が彼を他のアイドルやパフォーマーと一線を画す存在にしている要素ですしかし今回の放送ではその才能が適切に評価されなかったという印象を持つ人が多くいました ランキングで選ばれたにもかかわらず、映像どころか顔写真さえも表示されなかったことは、ファンにとって衝撃的な出来事でした。この出来事に対して、ファンたちは SNS で強い反発を見せました。特になぜ平野さんの映像だけが放送されなかったのかという疑問が繰り返し提起され、多くの人がその背景にある意図を疑いました。ある人は、 テレビ業界の政治的な駆け引きが影響しているのではないかと推測しました。他のランキング上位者たちの映像はきちんと放送されたのに、なぜ彼だけがその対象から外れたのか。平野さんが所属していた事務所との関係が何らかの形で影響を及ぼしているのではないかとする声もあります。確かに、平野翔さんはこれまで所属していた事務所から独立した経緯があり、 その影響でテレビ局側が何らかの形で彼を避けたのではないかという推測も成り立ちます。しかし、こうした状況をどう捉えるべきなのでしょうか。そして、この出来事は私たちに、才能とは何か、そして、評価とはどのように行われるべきかを問いかけてきます。技術的な面だけでなく、個々のパフォーマーが持つ独自の魅力や人間性、その表現力がどう評価されるべきなのか。そして、 その評価が公平に行われているのかという問題です。芸能界は非常に競争が激しく、時にはその中で才能が埋もれてしまうこともあります。しかし、平野翔さんの場合、その才能と魅力はもはや埋もれることができないほど大きなものであり、多くの人々に影響を与え続けているのです。これを機に、ファンや視聴者は改めて、真の評価とは何か、という問いに向き合う必要があるかもしれません。 私たちがテレビや SNS で見るものは、必ずしもその人のすべてを反映しているわけではなく、時には背後にある政治的な力関係やビジネス的な判断が影響していることを理解することが大切です。しかし、同時に、真に才能のある人はどんな困難や制約があっても、その魅力で人々を引きつけ、最終的には正当に評価される時が来るということも信じたいものです。今回の件を通じて、 平野翔さんがどれほど多くの人々に愛され、注目されているかが再確認されました。今後も平野翔がどのようにしてこの業界の中で自身の魅力を発揮し続けるのか、そしてファンがどのように彼を支え、その才能を世に広めていくのかは、非常に興味深い課題です。彼のようなタレントがどのようにしてこの複雑な芸能界の中で生き残り、さらには成功を収めていくのかを見守ることは、 多くのファンにとっても大きな楽しみであり、挑戦であると言えるでしょう。また、この出来事を通じて、芸能界やメディアの仕組みに対する理解も深まるかもしれません。日本の芸能界は伝統的に事務所の力が強く、タレントの将来はその関係性に大きく左右されると言われています。しかし、SNS やインターネットの普及により、 タレント自身やファンの力で新しい形のプロモーションや評価が生まれる時代に突入しています。平野翔のケースは、その先駆けとなるかもしれません。このように、今回の事件は単なるテレビ番組の編集ミスや偶然の結果ではなく、芸能界の構造的な問題やメディアとタレント、そしてファンとの関係性を浮き彫りにする出来事であったと言えるでしょう。ファンとしては、これからも彼の成長を見守り、 応援し続けることでさらに多くの人々に彼の魅力を伝えていくことが求められますそしてその先にある成功を共に喜び合う瞬間を楽しみに待っているのです